シンギュアリティ科学講座。エリー、なんか機嫌悪くない？悪くない。ところで、な、何？できる限り長くいるんだって？だってそれは一緒にいたいんだもんね。はい。ノワール、ダメでしょうか？ダメじゃないけど。エリーもカナタとできる限り長く一緒にいたいですか？な何を言ってるの？嫌ですか？嫌なわけないじゃない！って私たら何言ってんの？ああもう授業を始めるわよ！分かってんの？カナタ、どうして俺が？ほら資料を見て。ノアール、どうして私たちが外に出られないかは分かってる？雨に毒が混ざっているから。そう、今から143年前、新月の夜に降り注いだ正体不明の超強毒性の青い雨と、それによる大洪水により地上文明は崩壊したわ。そして今も雨は降り続いていて、その雨を普通の人間が浴びてしまうとモザイク病にかかってしまうの。モザイク病ってこういうやつじゃないだろう。今はほぼ全ての人がワクチンを接種しているから、少し触れるくらいでモザイク病にはならないわ。待て、モザイク取れちゃダメだろう。はあ、よかった。ノワールを裸にしてたくせに。あれは、カナタは裸が好きですか？いや、そういうわけじゃ。では、嫌いですか？いや、そういうわけじゃ。カナタは裸のノワールと一緒にいたいですか？トキオさん、いるのは分かってるんですよ。本当に男って。